山本栄一郎3月8日から1979年12月15日は日本のプロ野球選手。日本初のプロ野球球団である日本運動協会で首相を務め、後に東京巨人軍にも入団した。右投げ右打ちで、守備位置は投手を中心に、捕手以外のほぼすべて。 東方は、サイドスローであった。大の餅好きであったことから、チームメイトからは、バブさんのあだ名で呼ばれた。島根県松江市出身。島根商業卒業後、神戸で働いていたが、1920年、早稲田大学野球部 OB である、加藤吉兵衛の紹介で、日本運動協会の入団テストを受け合格。入団志願者の中でも特に技量が優れていたことから、 首相にも選ばれた。協会ではチームのエース投手であり、1922年9月9日に行われた早稲田大学野球部との試合では、当時日本一の実力とも言われた早稲田を9回まで0点に抑えた。また打者としてもチームの中心であり、身長1 6 2トルと当時としても小柄な体格であったが、 遠心打法と自称した打法でその体格に似合わない、長打をよく放っており、打順は主に3番であった。教会が宝塚に本拠地を移し、宝塚運動協会となった1924年の9月、肩を痛めて、満足な投球ができなくなったことから教会を退団。教会の大ファンであった6代目、小野菊五郎邸で居候をしつつ、小野の野球チームで活動した。 翌1925年、満州へ渡り、大連実業団に加わる。大連実業団では三類、一類を主に守り、不動の四番打者として1928年の第二回都市対抗野球大会では、チームを優勝に導いた。しかしこの優勝の後、山本は大連実業団を辞めて、京城の鉄道チームへと移る。この理由については不明であるが、 山本が残したスクラップブックの中に山本などのかつてプロであった選手がアマチュアの大会である都市対抗に出場できるのはおかしいのではないかという内容の記事の切り抜きがあったことから自分がいるとチームの優勝にケチがつくと考えたためではないかと推測されている形状にも長くは留まらずその後は 臨時のスケットとして、日本各地の実業団チームを転々とした。1932年、薄汚れた和服の着流しで、バット一本ぶら下げただけの姿で、埼玉県熊谷市に現れ、熊谷スタークラブという地元チームに、スケットとして入団する。この時、あまりに見すぼらしい格好だったため初めは、偽物扱いされたが、 キャッチボールをしてみて本物だと認められたという。熊谷では結婚し子供も生まれるなど落ち着いた生活を送ったが、1934年来日する全米代表チームの相手として、社会人による全日本代表チームを、かつて教会時代にコーチを務めたこともある、一岡忠夫が編成するという話を聞いた山本はこれに志願し、二類種として、 メンバーに選ばれた。なお、この時、三原治虫、刈田久典沢村英二など、山本以外の全日本メンバーは全員一岡に、くどき落とされての参加であり、自ら志願したのは、山本一人である。その後、全日本メンバーを中心に作られた大日本、東京野球クラブに、東京巨人軍へ、会場へそのまま入団。背番号は10。翌年、 9番に変更。巨人軍では、選手としてのピークを過ぎていたこともあって、台場、ダイソーなどでの出場が主だったが、チームの最年長として若い選手たちへアドバイスなどをよく行っていた。また、沢村英二が、日本初のノーヒットノーランを達成した試合では、代打で登場し決勝打となる、タイムリーヒットを放っている。また、 1940年10月14日には、出身地である松江で開催された、阪急戦に9番レフトで出場している。1942年、現役を引退。引退後は、巨人でスカウトを務めたほか、小泉五郎に誘われ女子プロ野球のロマンスブルーバードや、京浜ジャイアンツの監督も務めた。1979年12月15日に死去、77歳。 死の寸前、しきりに、車を呼べ。正常の三原の家へ行くんだと言っていたという。佐藤光棒、もう一つのプロ野球、山本栄一郎の数奇な生涯朝日新聞社、1986年、171ページ、もう一つのプロ野球、205ページ。ありがとうございます。